どうも、エナズマゴルフ TV プロゴルファーのエナズマです。今回もファイブエレメンツ南アズマの方からですね、この講師をレッスンしていきたいと思います。今日はですね、あまり皆さん馴染みのない、来角ですかね、この角度ですね。この来角っていうのはですね、球筋を決める上で非常に大事なので、今日はこの来角ですね、これについて、ちょっと細かく話していこうかなと思います。僕がアマチュアの方でそういうそのクラブ的な話をすると、パターで一番感じたりするんですけど、やっぱり来角通りに構えられてない人が圧倒的に多いのかなと。だからスイングする以前の問題というか、これアイアンですけど、この角度あるじゃないですか。この角度って実はむちゃくちゃ重要で、なんならこの角度によって球筋が決まるようなものだったりするんですよ。でこの角度ってやっぱりこうクラブの設計の段階からもうかなり細かく計算されてて、理想的なこの角度になってるわけですよ。でこの理想的な角度をですね、無視して、極端にこうやって構えたり、極端にこうやって構えたりしてしまうと、もうそもそも当たる当たんないスイング以前の話なんで、まずは来角通りにしっかり構えてあげるっていうことが、実は見落としがちだけど大事なポイントなのかなっていう気がして。でどういうことかっていうと、そもそも正しいポジションってどこですかっていうところで、多分こうピタッとしてしまう、ピタッとしてるってどういうことかというと、この接地面を全部こう丸々つけちゃうと、これは実は良くなくて、一応理想的なあれ何、10度って言われてるの、はい、10度地面に対してここが10度ほど先っぽが浮いた状態になってるといいらしいんですよ。でこれがちょうどね、コイン2枚って言われてるのかな、コイン2枚置いてこの状態かな、このぐらいかな、これ結構アップライトに感じるな、俺。そうですね、なんかそんな感じします。もう本当にあの一番先っちょじゃないですか。あ、ここか。はい。あ、そうです。あ、これで、すみません、僕はもう危ない間違いを起こす、僕はすごかったんですけど、これ多分ね、クラブの中心近くへ近いほどアップライトになっちゃうんで、ちょうど先っぽですかね、こんな状態かな。そうですね、はい。もうちょっとた、あの手元高かった、あ、浮かしていいですか。このぐらい。あ、そうですね。そのぐらいですね。このぐらいか。だから先っぽがちょっと浮いてる状態かな。そうですね。ちょっとコイン出して紛らしかったんですけど、これ全部クラブそう、ドライバーもそう。ドライバーもっとですね、やっぱり。アイアンで言うと番手が上がれば上がるほどこうなってくるのかな。クラブが長くなればなるほどね。はい、意外と重要で、アドレスした時にちょうどこのここがね少し浮いてる状態でいいんですよね。だからこれも上がりすぎだし。逆にこうピタッとつけすぎてもダメなんで、若干浮く手ですかね。でも多くの人がこう、僕こうなってる気がするんだよな、これもいるよね。います。こういう人もね、かかと浮いちゃってる人ね。だからまずはやっぱり右手一本でですね、しっかりこの来角通りにこの調整ですね、こういう調整、これをですね結構すると大事で、パターの場合はね、よく僕あの やってくださいってやってたんですけど、アイアンとかでもしっかりこう、これが特にこうなりすぎてたり、逆に先っぽはこう浮きすぎてたりすると、もうそもそも当たんないんで、そのためにまた腕でそのいろんな操作をしなきゃいけなくなっちゃうんで、まずはしっかり右手一本で先っぽ、このライをですね、このぐらいかな、このぐらいですかね、ちょうどね。でこれに対して握ってあげる、これが一番大事なのかな。これがずれてるとですね、そもそもうまく打っても当たんないんで、で一応基本的にはこのアドレスの段階で、こう地面、接地面に対して10度、はい、先が浮いた状態なんだよね、はい、コイン2枚分ってよく言われてるんだけど、これが理想的な形なんだけど、これさ、なんか俺パターとかだとぴったりつけてくれとかって言ってるんだけど、アイアンってなんで10度つけなきゃいけないの？これはクラブの構造上の話なんですけど、こういう、円柱の物体にこうなんか飛び出した物体があるんですけど、これ偏重心っていう言葉があったりするんですね。こうなるんだ。あ、そうです。ここに重心があるんですね。このなんか中にあるんですけど、ここにクラブの重心があって、でここに棒があると、当然重心ってこっちにねじられちゃいますので、いわゆるトーダウンっていう現象なんですけど、この先っぽの方が地面の方にこう下がっちゃうんですね。でここが毎回こう伸びたりするんですけど、それを見越した上での約10度というか、ちょっと頭を浮かしている状態っていうのが理想的な状態ということですね。
なのでドライバーとかもかなりこれ激しくなるので、ってことはさ、特にアイアンとかってこう身長によってさ、はい、長さ変えた方がいい。そうですそうです、変えた方がいいですし、長さ変えた方がいいのか来角変えた方がいいね。これねだから、多分これってな身長何センチ用に作ってあるのだろうな。俺ノーマルって170ぐらいかな。170ぐらいですね。そうだよね、女性用のグラブって来角いじってあるの、もともといじってあると思います。そうだよね、短いです。短いよね。でもそれでも多分女性でちょっと背が低い方だったりとかっていうのは結構ね、俺ジュニアでやった時に一番感じたのが、子供ってみんなこうなっちゃうのよ、長いクラブだから。そうですね、こうするともうフェース当たんないんだよね、芯にね。だから子供にゴルフをやらせるんだったりとか、あとは女性でちょっと背のね、あの低い方とかっていうのは、この自分の身長に合った来角っていうのが非常に大事になってくるんで、クラブを買い替える時とかは常に一番チェックするべきポイントなのかなと思いますね。うん、今日のまとめですけれども、まあ、あのクラブっていうのはね、この長さとか重さっていうのももちろん大事なんですけど、さらにこの球筋を決める上ですごく大事になってくるのがこの来角ですね。実はゴルフショップさんとかでもこれ多分微調整全部できるんで、例えば自分が一番最初に無意識でこう構えますよね。で無意識で構えた時に、まあ、極端にアドレスが変じゃないのにもかかわらず異常にね、こう先っぽがさっき言った10度よりも浮いてたりするような場合があるのであれば、クラブを短く切るなり、もしくは来角を調整した方が、調整しないとナイスショットにならないんで、まず自分が持ってるクラブの来角がそもそも合ってるのかどうかっていうのを、まあ10円玉2枚とかでね、あのフローリングのところだとこう分かるんで、ちょっと調整してみて、もし合ってないクラブがあるんだったら、まあ、早めに調整した方が多分ね、来角調整とかってそんなお金かかんないよね。そうですね、うん、のでぜひこれを機会にですね、自分のクラブの来角が合ってるのかっていうところもね、ちょっと興味を持ってもらって調べてもらうのも一つ大事なことなのかなと思います。 JC スタジオさんの、はい、パターの打ち比べをしていただきます。なるほど。まず最高品質の GSS なジャーマンステンレスジャーマンステンレススチールを使用した削り出しのパターン。なるほど、うん、柔らかいですね。やっぱり気持ちいいですね。耳にも聞こえるし、はい、手にもちゃんとそのインパクトの感触もあるし、うん、